大阪府。大阪府は、日本の近畿地方にある、都道府県の一つ。府庁所在地は、大阪市。府庁所在地は、大阪市。両政国の摂津国東部、七軍及び、河内国と泉国のそれぞれ全域で構成され、三国の頭文字を取って、石化線とも呼ばれるが、京都府から、越境編入のあった1958年以降は、丹波国南東部、 ごく一部も含むようになっている。なお、堺県編入の1881年から奈良県再設置の1887年までは大和国の全域も含んでいた。日本では東京に次ぐ第二の都市である。近畿地方はもちろんのこと西日本の行政、経済、文化、交通の中心である。都道府県としては東京都、神奈川県に次いで 日本第3位の人口規模を持ち、10年法定人口、人口密度は東京都に次いで日本第2位である。県内総生産は東京都に次いで全国第2位。エコノミスト・インテリジェンス・ユニットによる最も住みやすい都市ランキングにおいて2018年、大阪府はウィーン、メルボルンに次いで3位と評価されている。古代には、徳天皇の南高津宮、 単に、高津宮とも、現在の高津宮、高津神社はこの宮の遺跡を探索しその地に社伝を、築き祭祀を行ったことに始まるとされ、もともとは大阪城のあたりにあった。高徳天皇の南波長江豊岬宮、前期南波宮、聖武天皇の南波宮、後期南波宮など、長岡京仙都までは一貫して、首都やバイト、副都として扱われた。中世に、小坂、 大阪、小坂、大阪、大阪、小坂の名称が登場し、明治に至って、と改められた。坂は、上町大地に由来すると言われる。また、波和屋の天下とされる、何は、何は、南場、何は、何はの古称も、現在に至るまで、大阪市外の別称としてよく用いられている。近代以前の大阪府については、大阪も参照。大阪府は、 近畿地方の中部に位置し、京都府、奈良県、兵庫県、和歌山県と接する。古くから上方へ通じる水上交通の用地である。南西部は大阪湾。かつては面積の最も狭い都道府県、46位は香川県であったが1988年10月1日に国土地理院が算定法を見直し、岡山県玉野市との間に、 境界未定部分がある、香川県直島町の面積14.2キロ平方メートルを県全体の面積に参入しないことになったため、香川県の面積が減少し、大阪府と逆転したことで46位となった。その後、大阪府では、関西国際空港の開港や大阪市西部の開発などで埋め立て進められたため、現在では、 直島町を含めた香川県の参考地をも上回る面積となっている。大阪府内全域が瀬戸内海式気候に属し、年間を通して温暖であり、日本の中では雨の日は少なめで、都心部ではヒートアイランドが顕著で、夜間の気温が下がりにくい。冬季、平野部では積雪はほとんどないことが多く、あっても数センチメートル程度のことが多い。 現在、大阪府には33市9町1村の、計43の自治体がある。このうち、政令指定都市2市、中核市5市、市工事特例市4市。町の読み方は、すべて、町である。村は、千葉や赤坂村の1村のみで、村を、村と読む。大阪府は、人口10万人以上の都市が22市と、全国では、最も多い。 大阪府を八区分すると、豊野地域、三島地域、大阪市内、北川地地域、中河内地,地域、南川地地域,地域、仙北地域、仙南地域となる。2006年4月1日に、堺市が政令指定都市へ移行し、福岡県、神奈川県に次いで、複数の政令市を有する都道府県となった。なお、翌年の4月1日には、 大阪府に続き、静岡県が同じく複数の政令市を有する都道府県となっている。政令指定都市、中核市、思考寺特例市は移行順に、その他の市町村は思考順に並べている。地域区分は大阪府の定義による。大阪市は当初の4区から5度にわたる再編を経て2017年11月、現在は24区。 政令指定都市の行政区数としては最多である。なお、最多時はさらに2区多い26区だった。国土地理院の全国都道府県市区町村別面積庁によると、大阪府の面積は平方キロメートルである。大阪府の東西南北それぞれの橋は以下の位置である。北端は天皇峠付近、南端は大阪府道751号線の猿坂峠の西南西。 東端は、田辺西インターチェンジ南西、西端は、三崎町の住吉神社のすぐ西にある。また統計局の平成二十二年国勢調査によると、人口重心は、大阪市生野のく鶴橋一丁目付近にある。大友市や物延部市が本拠を置いた場所であり、古代から港湾都市であり国内流通の中心であった。瀬戸内海を経る航路の終着点として、 住吉王こそ、大阪市住吉区近くの住吉神が機能していた。住吉神は、大和王権と深いつながりがあり、住吉神を管理していた、住吉大社は、大和王権直属の神社だった。古事記や、日本書記によると、仁徳天皇の南馬高津宮、外洋三照、半税天皇の田治比柴垣宮、慶大天皇が即位した葛の葉宮、慶大天皇皇居を参 美達天皇の九だら大井宮、美達天皇皇居参照など、現在の大阪府の土地には、多くの天皇の元宮や都が置かれ、大仙良古墳、仁徳天皇陵、堺市をはじめとする、モズ古墳群や古市古墳群等大将多数の天皇陵、古墳が、河内地域を中心に作られた。水古天皇元年、九十三年には、生国魂神社や住吉大社が、 すでに存在してた上町大地に、日本最古とされる寺院である四天王寺、大阪市天王寺区が建立され、木の富の変、大化元年、645年後には、江徳天皇が遷と、南馬長江豊か宮、前期南馬宮、大阪市中央区が造営で、以後、日本という国号の使用が始まったとされる。その後も南馬宮、 高気南馬宮などのように首都や福都がたびたび置かれた。平安時代においては、淀川の河口に位置する、この地は、京都と水運で結ばれ、この水運を介しての関係は、その後、明治時代に鉄道が敷設されるまで続くことになる。平安時代初期に、征夷大将軍の坂上田村麻呂の三男の、坂上講野が、摂津国住吉軍平野省、大阪市平野区の領主となり、 その子孫と言われる坂上氏の一族が、中世の平野の自治を担った。平安中期になって、源の三中の長男頼よりが、摂津国のただ、現、兵庫県川西市付近を、三南来信が、河内の坪井、現在の羽びきの使用をそれぞれ拠点とした。このうち、清は源氏一流の川内源氏が有力となり、来信の孫の八幡太郎として知られる。 源の義家は、坂東武者を従いて、武家の東領となり、大阪府の南河内は、武家の中心地となる。この源義家の四代後の子孫が、鎌倉幕府を開く源の頼朝である。また、源の頼光に始まる摂津源氏の老頭で、佐賀源氏の源の通るの流れを組む渡辺綱をとする渡辺氏は、現在の中野島近くの渡辺を本拠地とした。 平安時代後期には、河内の中部にあった、元か賀と呼ばれた平岡神社の神主から武士団となった水草氏一族が出て、山和川やその支流の水運を支配して大きな勢力となった。鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、河内に悪党と呼ばれた在地豪族の楠木正茂が出て活躍した。正茂をはじめとする楠木氏は、 南朝方の有力武将として、河内によりたびたび、足利高氏ら北朝と戦ったが、正重は、港川の戦いで、その後正行も、四条縄手の戦いで戦出するなどし、やがて勢力を弱めた。室町時代に入ると、河内には、畠山氏が、摂津、泉には、細川氏がそれぞれ守護に任ぜられた。ただ両家とも幕府の三に名を連ねる家柄で、 あり、実際の政務は、廃下の守護大が取り行うことがたった、なお後に、日後国熊本藩主となる細川氏は、泉守護を務めた文家筋に当たる。応人の乱後、戦国時代に入ると、畠山氏、細川氏高に家督をめぐる争いから混乱を、極めた。この時期、堺は、海河州と呼ばれる、冬の町州を中心に、自治都市を形成しており、 それまでの兵庫港に代わり日民貿易の中継港として流星、茶の湯などの文化を育てている。摂津国平野も、また西衣大将軍の坂上田村麻呂の子の坂上荒野の子孫といわれる末吉氏を筆頭とする平野名家を軸に町州による自治都市として栄え、また摂津の石山には、北家信者との争いから京都を去った浄土真州の蓮魚が、 石山本願寺を建立した。一方、新たにこの地域で力を持ったのは、細川氏の家臣、阿波国出身の三好氏であり、一時は将軍の後ろ盾となるほどの勢力を誇ったものの、三好長兄の死後はやはり家内の争いによって力を弱め、その後台頭してきた織田信長に屈服した。この地域における勢力を拡大する信長に対して、浄土真宗の宗主であった賢女は、 全国の信徒に放棄を呼びかけ、また、自らも石山本願寺に籠もって、織田勢と対決した。この石山合戦は10年にも及ぶが、最終的には、天正8年、1580年に、本願寺を明け渡すことで終結を迎えた。信長の死後その領土を継承した、豊臣秀吉は、石山本願寺の跡地に、自らの居城となる、大阪城の築城を開始した。 この城は、淀川と大和川の河口であることに由来する地形を利用しており、城下町までも堀で囲って、城の一部とする草加前の作りをした巨大なものであった。その無類の堅固さは、大阪冬の陣で証明され、結局この時、寄せ手は草加内部に侵入することができなかった。しかし、その後の夏の陣までの間に堀は埋め立てられて、城も機能を失い、 この戦いによって、豊臣氏は滅亡した。江戸時代に入ると、大阪は、全国の経済、商業の一大中心地として繁栄し、天下の台所と称された。全国からの航路が集まる大阪には、諸藩の倉屋敷が立ち並び、また諸国からの物産の集積地でもあったため、それらを扱う大商人も登場した。中でも年貢米の集積地であった道島では、 世界初の公設先物取引所たる、道島米会所が開かれ、中野島と共に、大阪経済の中心となった。経済都市として熟成する環境の中で、様々な芸術も成長、発展を遂げた。情報文化の中心は、次第に京から大阪へと移り、浮世絵創の井原西閣や、劇作家の近松門左衛門といった、文筆家、上田明成、富永中本らなど、 後世の歴史に名を残す多数の優秀な学者を輩出した。また、同時代に起こった上村文楽圏の芝居を起源とする文楽、大阪人形上流芝居は2009年、平成21年にユネスコの無形文化遺産に登録されている。天保8年、1837年には、養命学者で私塾先進道を構えていた大塩平八郎が、旧民救済のために、 大塩平八郎の乱を起こした。幕末、小形公安が開いていた敵塾からは、福沢諭吉や大村益次郎、大鳥圭介など後の明治を代表する才覚を生み出した。なお、江戸時代に置かれた藩は、幕府直轄として、大阪城、摂津国があり、高月藩、浅田藩、河内国には、丹南藩、狭山藩が、泉国には、白田藩、岸和田藩があった。 慶応4年、明治元年1月22日、1868年2月15日、大阪賃台設置。1月27日大阪賃台を大阪裁判所と解消。4月大阪裁判所に町地を除く、周辺部を管轄する、司農局設置。5月2日、大阪府設置。5月19日奈良県設置。6月8日、 大阪府市の王局が南北に分割。6月22日、堺県設置。明治2年1月20日、1869年2月30日、北塚園局を、摂津県、南塚園局を、河内県に解消。5月10日、摂津県を、豊崎県に解消。8月2日、豊崎県を、兵庫県、河内県を、堺県に編入合併。 9月1日、旧と与崎県住吉郡、東成郡、西成郡を編入。12月26日、佐山藩を、堺県に編入合併。明治3年2月27日、1870年3月28日、堺県石川郡、西木部郡の一部を、五条県に編入。明治4年7月14日、1871年8月29日、廃藩地県。 11月20日、12月31日、高月県、浅田県を大阪府に編入合併。旧豊崎県島、上郡、島下郡、豊島郡、野瀬郡を編入。明治4年11月22日、1872年1月2日、岸和田県、白田県、吉見県、丹南県と五県の一部を、堺県に編入合併。1876年、 明治9年4月18日奈良県を堺県に編入合併。1881年明治14年2月7日、堺県を大阪府に編入合併。1887年明治20年11月4日、奈良県を千八1873年までの月日は旧暦、現奈良県地域については概略。 大阪府発足当時の管轄地域は、摂津国東成六61村、大阪町奉行34村、大阪城大役地22村、京都諸市大役地2村、小田原半領五村、西成百132村、大阪町奉行117村、旗本領6村、田安徳川家領9村、関員の宮家領2村、住吉三37村、 大阪町奉行十七村、住吉大車両十四村、小田原半領八村、河内国片野郡一村、加納藩、安土であった。明治維新後は首都機能が京都から東京へと移ったことを呼び、蔵屋敷が不要になったことなどもあって一時的に衰えを見せた。しかし、繊維関係をはじめとする、軽工業部門を中心に商工業が発展し、 東洋のマンチェスターや東洋一の商工地と称せられ、現在も大企業として存続する企業が勃興し、メセナが活発に行われた。この時代は半信間モダニズムと呼ばれる。1925年、大正14年には大阪市が周辺地域を合併して地域を拡大させた大大阪時代こともあって、この大大阪が関東大震災で打撃を受けた東京市をしのぐ。 日本最大の人口を有する都市であった時期もある。戦時中は、天が崎の機械工場、中央区の造幣局、中心地の商業地区、港湾施設への徹底的な爆撃のため、都市は海人に返した。また、この時期空襲を避ける目的で不可に、工場移転が行われ、それは、戦後の衛星都市での産業の基盤になった。戦後、高度経済成長期に入ると、 阪神工業地帯内でも、軽工業の比率が高かった大阪府下の経済は、閉塞的な様相を見せるようになった。当時の花形産業だった重工業も、戦後の非武装化によって、大阪方兵交渉がなくなったことにより、大打撃を受け、その保管機能としての中小企業は多く、それをルーツとする企業もまだ現在も残ってはいるが、大阪府のような遠浅の海岸線では誘致及び、 大型化が難しかったこと、その証拠に、阪神間など、大型船の入りやすい箇所に多数、重工業は存在している。また、郊外対策で、その他の土地に移転させたことが原因と言われている。また、戦後の法整備から、大阪独自の方向人制度も衰退し、ショートの軸足も、東京へと移動した。これによって、艦には頼らないという土生骨。 土小骨、土根性の意により、大阪文化を支えていた富裕層からの寄付が減り、貧弱な監視道のため、文化水準は大幅に低下した。これらに追い打ちをかけるように、1964年、昭和39年に、工場等制限法、1972年に、工業再配置促進法、1973年に、工場立地法といった、 いわゆる工場散歩が次々と制定された。さらに1966年には中部圏開発整備法が制定され、製造業が近畿圏から中京圏へ流出するきっかけとなり、大阪にとって打撃となった。こうした中、1970年に水田市の地里丘陵で日本万国博覧会が開催された。 これは1964年東京オリンピックと合わせて戦後日本の復興を象徴する出来事とされている。なおこの時の会場は現在万博記念公園として整備されている。1995年、平成7年の阪神、淡路大震災では大阪市では震度4程度で直接的な被害は少なかったが豊中市などの地域では強い地震に見舞われ、 死者救命を出すなど、家屋への大きな被害が発生した。その他、ライフラインの途絶や、交通機関の麻痺など、少なからず影響を受けた。現在も、和歌山沖、及び北雪で微小な群発地震が観測されている。都心の一つ、梅田、中野島周辺は大規模なオフィス街が広がり、高層ビルが林立した高層ビル密集地域となっている。 昭和の終わりまでは古い昭和も点在したが、現在ではほとんど見られない。明治大正昭和初期の近代建築も老朽化のため、姿を消していく場合は多いが、保守性の高い船場エリアなどでは未だ現存して、使用しているものも多い。2008年夏季オリンピックに立候補するも、2001年7月の IOC 総会で落選、詳細。 2002年に FIFA ワールドカップが長いスタジアムで開催された。開催試合はイングランド戦や決勝トーナメントを決めた日本戦並びに準々決勝。かつては都道府県で東京都に次ぐ第二の人口だったが2006年5月1日に神奈川県が大阪府の人口を上回ったため現在の人口は第三位である。しかし、 昼間人口や人口密度は現在でも東京都に次いで2番目である。その理由の一つとして、首都圏と同様に通勤圏の兵庫県や奈良県、和歌山県や滋賀県、京都府や三重県など、地価が安い郊外の住宅を購入し、そこへ移り住んだということが考えられている。また、全国第十六位という小さな面積であるため、人口密度は東京に次ぐ全国、 第2位。過重地面積比率は69.4%と日本で最も高い。2007年には大阪市の長いスタジアムで2007年世界陸上選手権が開催された。スポーツの国際大会として世界の多くの人々が大阪府へ訪れた。府はこの大会を通じて改めて大阪の街を世界にアピールできたとしている。 2015年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると、大阪市内は区によって極端な偏在が見られ、北、南端の減少が顕著になっている。大阪市、堺市を区に分割した72市区町村の増加率、上位は、であった一方、減少率上位はの順であった。衆議院の小選挙区が19、参議院では、全府で1区を構成。 2014年度から大阪府は住民の健康増進をサポートするため医薬品、感染症、特定健診、難病助成制度などの健康情報を府内の185薬局へ提供する事業を実施。来局者の満足度もおおむね好評。現在、財政難に陥っており、借金は4兆3004006100万円。 2006年度見込みに達し、金額では、東京都の約17兆円、北海道の約5兆に、0円に次いで3番目で、平成18年度の実質交際比比率は15.6%と、全国で14番目である。そのため、このままの進度が維持されると2007年には、財政再建団体、民間会社でいう、倒産に指定されるところであった。 行財政改革の進展により2007年度の財政再建団体転落は回避されたかに思えたが、負債、借金の返済を一部先送りして3年間で、総額約2600億円の資金を捻出していたに過ぎず、問題の抜本的解決はされていない。さらに、関西国際空港の第二期工事などといった巨大プロジェクトによる多大な負債も抱えているために、 財政再建団体転落の可能性は大いにはらんでいる。その上、2008年1月に赤字隠し問題が発覚。大阪府は2004年度以降、借金の返済を先送りすることで赤字を実態より少なく見せかけていた。しかし、返済期限を迎えたため、負債が急増した。府の幹部は、隠す意図はなかった。再建団体に転落しないために、 こうした手法を取らざるを得なかった。と語った。地方債の返済方法については、休日省の通知で、10年目に、元金の42%を返済し、残りは、借り換えることになっている。臨時財政対策債は、の1兆7167億円2兆2853億円にへ、増加。 不採算残高は4兆1二2 1億円3兆7886億円に減少。2008年1月4日、大阪府知事、大田不採は再建団体にならないための措置。不適切かもしれないが、やむを得なかったと述べ、公式に事実を認めた。2008年2月、橋本徹が大阪府知事に就任。大阪とコーを唱え、 二重行政の解消などによる効率化をバネとした発展する大阪を目指すとしている。大阪府と大阪市は都構想で生まれる年間の効果額を最大916億円と試算。一方、経団連などは同州制を掲げ、また前、大阪市長平松邦夫は大阪特別市を唱え、橋本の大阪都構想と対立している。 橋本の大阪市長選挙出馬に伴う2011年大阪府知事選挙では橋本が代表を務める大阪維新の会幹事長の松井一郎が当選している。橋本も大阪市長に当選。なお高度成長期万博に合わせて集中的に都市基盤整備を行ったため都市の再生、更新が課題となっている。 地地方方債債等等のの残高地方等の合計計5兆2039 3200億 3, 万円連結会計バブル経済崩壊の影響を受けたのに加え不や、大阪市の財政事情悪化も重なり地域経済は停滞していたが、最近は回復の兆しが見え始めている。府内総生産は40兆円を超えており、G20 参加国のサウジアラビアやアルゼンチンの 国内総生産をしのぐ経済規模を有している。本店、本社を大阪府に置く大手企業は東京都に続いて全国で2番目に多く存在する。東京都、神奈川県、奈良県、沖縄県と同じく都道府県内の鉄道路線が全て電化されている。ただし、大阪発版単線経由の特急、浜風、 大阪発高山本線経由の特急、ワイドビュー飛騨、京都発で新大阪駅、大阪駅に停車し、山陽本線、地図急行、インビ線を経由する特急、スーパーハクトは、大阪府外で非電化区間を通るため、起動車である。また JR の路線は、神奈川県、香川県、滋賀県と同じくすべて、幹線で、地方交通線は存在しない。なお、 JR 西日本の大阪近郊区間を中心としたアーバンネットワークエリアでは IC 乗車カードのアイコカが導入されている一部路線区間を除く大阪府内の鉄道路線網は私鉄の割合が大きく私鉄王国関西と呼ばれるまたそれら在阪の電鉄各社は百貨店やホテルなどの多角的な経営を行っているさらに2006年10月には 阪急と阪神が経営統合し、阪急阪神東方グループが誕生した。私鉄各社や大阪市高速電気軌道、大阪メトロなどでは、関西共通カードシステム、スルッと関西、イタッパ、いずれも一部路線、区間を除くが利用可能である。また、自動改札機の整備率は高い。全国で唯一、すべての鉄機動線で交通系。 IC カード全国総合利用サービスに対応した IC カードが使える都道府県である。高槻市や平方市などの北東部地域では、東海道新幹線への乗り継ぎは、京都府の京都駅を利用するのが主流となっている。また、大阪最大のターミナル駅である、梅田駅、大阪駅から、神戸市、京都市のれぞれの繁華街へは、三宮まで最短20分、JR 利用、 市場河原町、阪急利用まで40分足らずで行くことができる。このほか、自治体が民間事業者に委託し運行している、コミュニティバスもある。当期、大阪府内の平野部の道路は、積雪が滅多にないため、自動車タイヤは1年を通して、ラジアルタイヤで走行できる。京阪神都市圏の主要空港である、関西3空港のうち2空港が、 大阪府内に存在する。残る一つは、神戸空港で、神戸シポートアイランド沖に存在する。大阪府内の大学間の交流、大阪経済界との交流、大阪府内の高校との交流、インターンシップの普及などを目的とした組織として、大学コンソーシアム大阪がある。また、南大阪地域の大学、短期大学による同様の組織として、 南大阪地域大学コンソーシアムがある。このほか、福丹大学が拠点を開設予定との報道があった。先週学校、全国ネットの番組は、もちろんのこと、関西2府4県向けのローカル番組も積極的に制作し、視聴者やリスナーから一定の評価を得ている。また、関西ローカルの番組を含め、これらの番組の制作能力は非常に高い。 このうちのほとんどが、純ー局である。NHK 大阪、総合、FM、テレビ大阪と FM 大阪、FM80 には、大阪府内のみを対象。他は、近畿広域圏を、サービス地域とする。また、大阪湾や紀伊水道をまたいでのスピルオーバーにより、民放テレビが一局しかない徳島県でも視聴、聴取が可能な地域が多い。 近隣府県の放送局は NHK 神戸放送局 1CH と3テレビ神戸市独立局 3CH は大阪府全域で視聴可能で NHK 京都放送局 KBS 京都京都市独立局 5CH も北節北川地地方を中心に視聴可能であるさらに泉佐の C 南では NHK 和歌山放送局 テレビは歌山と徳島県の四国放送、1CH、日本テレビ n n n NNSKNHK 徳島放送局も視聴可能である。他にも高槻市、下本町、平方市、四条縄手市や南河内地,地方などでは、NHK 奈良放送局と奈良テレビも受信可能である。AM ラジオは、昼間からラジオ関西が終日府内のほとんどの地域で、KBS 京都が、 府北部を中心に良好に受信可能。ふなんたでは、和歌山放送が聴取可能である。FM ラジオは、兵庫県のキッス FM 神戸、京都府のアルファーステーションも大阪府の大半で聴取、可能である。隣接する和歌山県や奈良県には、県域民放 FM 局が未だに開局していない、2015年1月、現在。大阪府において、 業務を行うケーブルテレビは、合唱連行が進み、以下のグループに集約されている。大阪府内で HFC 方式のケーブルテレビが視聴できないのは、高石市、豊野郡、野瀬町、豊野町、南河内郡、河南町、大市町、千早赤坂村、平方市と茨城市の参幹部のみ。これらの地域には大体として、FTTH 方式の EO 号テレビが視聴できる。 平方氏はかつて K、K キャットが提供していたが、K オプティコムとの合併、HFC 設備の老朽化により提供廃止。プロ野球球団は、オリックスバファローズの一球団のみだが、府内では、兵庫県に本拠地を構える阪神タイガースの人気が圧倒的に高い。阪神タイガースは、大阪府で一番人気のスポーツチームとなっている。と、と、 47期、等、123期、56件、2010年11月現在、98件、169件、2010年11月現在、BR 近畿地方にある建造物の重要文化財一覧大阪府を参照。597件、2010年11月現在。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。